火災後の焼け跡。1872年のボストン大火は、ボストンの歴史上最大の火災であり、アメリカ合衆国の歴史においても最大級の物的被害をもたらした火災。1872年11月9日午後7時20分に、マサチューセッツ州ボストンのサマーストリート83から87番地のに、あった商品倉庫地下から出火した火事は、 12時間後に沈下されるまでに、ボストンの中心市街地65エーカーに延焼し、金融街の大部分を含む776棟の建物が消失7350万ドルの損失を与えた。少なくとも20名がこの火災で亡くなった。数多くの要因がボストン大火の被害を大きくした。大火後の焼け跡を描いた当時の新聞付録のパノラマが、 ボストン大化の際の主な出来事、大化後の焼け跡。大化によって何千人ものボストン市民が食や住居を失った。何百もの事業所が破壊され、数十社の保険会社が破綻した。しかし、消失地区はわずか2年ほどの間に、ほとんど不動産業者の私的資本によって急速に再建された。大化後の復興の過程では、 ボストン中心市街地の街路が都市計画によって何本も拡幅され、特にコングレスストリート、フェデラルストリート、パーチェスストリート、ホーレーストリートの道幅が広がり、ポストオフィススクエアに空間が確保された。火事で破壊された焼け跡のがれきの大部分は港の埋め立てに用いられ、アトランティックアベニュー周辺が埋め立てられた。ボストン市は、 中心市街地の不動産所有者16名が再建を進める資金を調達するために交際を発行した。対象区域外に住むある市民が、これを不当だとして訴えを起こし、勝訴した。ありがとうございます。